人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。現役屈指のスピードで最強のマイル王に輝いてほしいですね。行ってくる。他のも使われてたのかいな。芝が、じゃあダークイーでもいいような気もするんだけど。王者誕生、マイルチャンピオンシップ。人気と実力を兼ね備えたサイレンス鈴鹿、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子アグネスデジタル。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、グランプリ馬娘オグリキャップ、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整えました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番向こう少年、中間に入っていく。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。続いて11番、それを見るように10番、そのうち並んで大学ヘリオス、高田区大気シャトル、外15番、なんか結構やっぱり中段落ちるよなと思ってた。アグネスデジタル落ち着かない様子。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、お互いに牽制し合っているようですね。先頭は依然サイレンス鈴鹿、2馬身リード。続きました大気シャトル、少し離れて11番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるか。勝負は最後の直線に持ち込まれたオグリキャップ、前を狙っているぞ。栄光まで400、最後のコーナースキルは出んのよね。オグリのスキルはオグリキャップのスキルって何なんだろう。オグリキャップ、最後は2人のつばぜり合いだ。残り200、大吉シャトル、苦しいけど粘っている。オグリキャップ、ここで抜け出した。オグリキャップ足色は衰えない。オグリキャップ、あーこれで2勝だね。俺前回も勝ったんですよ、実は宝塚から調子がいいんですよね。一回リセットやってから。2着には大吉シャトル、3着に入ったのはアグネスデジタル。早かった、早熟適正とかそんなのあるんかな。ちゃんと待たせたね。これが私からのプレゼントだ。もうコンティニューできないですからね、多分全部使ったはずなんで。